鈴木亜希子さんが結婚へと嬉しいニュースで、ちょっと明るい話題で嬉しくなってしまった。フィギュアスケート女子シングルの選手として活躍したプロスケーターの鈴木亜希子さんは、大変な病気との戦いであった。彼女が大学進学後に摂食障害になり、身長160センチで48キロあった体重は一時32キロにまで落ちた。しかしスケートを生きる目標に病気を乗り越え、2度の五輪出場を果たした彼女が次の幸せをゲットしたとのニュースであった。2010年、バンクーバー、14年ソチ五輪に出場したプロフィギュアスケーター鈴木亜希子さんが、愛知豊橋市の小学校の同級生と結婚することが13日分かった。関係者によると、昨週に再会してから恋愛関係になり、婚約指輪をプレゼントされた。全国のアイスショーで今もファンを魅了する銀盤の美女が人生の金メダルをゲットした。美しく力強いスケーティングで魅了してきた鈴木さん、五輪ではメダルを逃したが、人生で最高の幸せを手に入れた。複数の関係者によると、お相手は外資系企業の会社員 A さん。誠実でほんわかムードのがっちりした体格の持ち主で、豊橋市の小学校時代の同級生だ。交際のきっかけは、鈴木さんの父が同市内で営む割烹料理店和の屋での再会だった。昨週、鈴木さんが店内で食事をしている時に、同店の常連になった A さんが偶然に訪れ、大人の美女に成長した彼女に一目惚れ。二人とも豊橋市内の実家で暮らしており、再会以降は温泉などでデートを重ねてきた。鈴木さんは3月28日の誕生日後に A さんから婚約指輪を贈られたばかり。月曜レギュラーを務める TBS 系ゴゴスマでは、指輪をはめることはないが、全国のアイスショーに出演する際は左手薬指につけているようだ。サンケイスポーツの取材に、鈴木さんの所属事務所はまだ何も調整できていません、何かありましたらよろしくお願いしますとコメント。結婚へのステップは着々と進んでいる。振付師としてもフィギュアに携わる鈴木亜希子さん、きっと素晴らしい家庭を築き、次世代の選手たちを育ててくれるに違いない。